イス。おうキリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。ああ、んで早速転移門や転移結晶を試してみたんだけどよ。そうなんだ、よかった。攻略する時も歩いて町に戻らないといけないのかと思ってたから。なるほど、ありえるな。新しくアクティベートした場所に関しては問題なく転移できると思う。これからも新しい層に行くたびに転移は試した方がいいだろうが、ひとまず今はその考えで納得がいく。他のやつらにもその辺の話をしておくか。ちょっくら行ってくるぜ。75層以下に戻れないんだったら、まずは宿を確保しておきたいところだけど。また何かおかしなことが起こった？大丈夫だよね？急に爆発したりとかしないよね？やっと外に出られました。ゆいちゃん？本当にゆいちゃんなの？パパ、ママ、お久しぶりです。ゆいちゃんまた会えて嬉しいです。ちゃんと説明すると複雑な話になってしまうので、すごく単純化すると、この世界 SAO を制御しているカーディナルシステム、今そのカーディナルの処理能力の大部分が詳細不明のタスクに分かれているみたいなんです。はい、それと引き換えにエラー訂正機能が低下したので、私が活動できるようになったんです。そうなの？でもそれってすごく非常事態みたいだけど。その通り、非常事態なんです。今すぐにどうこうということはないみたいですが。ごめんなさいパパ、以前のような大きな権限は持っていないので、私にもよくわからないんです。一体この世界で何が起きているのか、だからそれを確かめるために外に出てきたんです。本当はパパやママに会いたかったのが一番の理由ですけど。会いに来てくれて嬉しいよ。こんなにも早くまたゆいちゃんに会えるなんて思ってもみなかった。パパ、ママ。おいキリト、何ちんたら歩いてんだってなんだこの子、どっから出てきた？パパのお知り合いですか？パパ？おいキリト、これはどういうことだよ。へえ、結婚すると子供まで作れるのか。そんなシステムまで搭載されているとはね。下の方の階層に行った時に会った子で、こっちに来ちゃったのはデータの不具合と関係してるのかな。そうね、そうしましょう。それでいいよねゆいちゃん。はい。いや、お前らの子供って言われてもなんだか妙にしっくりくるからよ。ま、何にしたって今は海藻を行き来できないんだ。親御さんと連絡つくまではしっかり面倒見ねえとな。俺様も力になるぜ。よろしくお願いします、クラインおじさん。どう、なんかあったらお兄さんに任せな。また一緒に暮らせるね、ゆいちゃん。はい、私もパパやママと一緒ならそれだけで大満足ですよ。大丈夫ですよ、ちゃんとお留守番してます。時間があるときはいっぱい遊ぼうね。はい、パパもママもよろしくです。それじゃあね。よう。よし。いらっしゃい。いらっしゃい。どうしたの？どうかな？よろしく、キリト君。いらっしゃい。毎度あり。キリト君。恥ずかしい。どうしたの？どうしたの？